江戸組子職人田中松雄さん。江戸川区が指定する無形文化財技術保持者の一人です。組子細工の技法がその対象となりました。組子細工は江戸の伝統的な木工芸です。微細な木片を幾何学模様に組み上げて日本家屋の欄間を飾ります。田中さんはこの技法をついたてにも置物にも生かしています。組子のこういう曲がり物をやる職人っていうのは特殊な仕事だったんですね。じゃあ俺もそっちの方に向くかなと思ってね、それで勉強しながらそれでやってきたもんなんですよ。田中さんの基本は図面作りです。三の形を鉛筆で引きます。これに基づいて部材の形や寸法を決めていきます。田中さんはもともと建具職人です。難度の高い技に挑戦したいと組子職人に転じました。何でも体で覚えてね、それでだん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 と積み重ねてくるうちに自分のものになってくると思いますよ。ええ、3の部材を束ねます。3に刻まれる溝を組手と書いて組手と言います。ほんのわずかな寸法違いも許されません。幅も深さも同じ寸法に揃えます。溝の幅や深さに誤差があれば後で響きます。クデとクデを合わせてひし形に組みます。寸分なく収まるのは精度の高さの証明です。組子の材料は木曽ヒノキや秋田杉などの針葉樹です。その中でも上質な部分が選ばれています。柔らかで木目が整っていてほのかなピンク色をしていることからお刺身材と呼ばれています。満足いくって仕事はほとんどないです。ええ、今度はどんな風にして、やろうかなとかそういうことをまた頭に入れながらやってますですよ。続いて作るのはひし形の中に組み込む駒です。およそ60度の角度で両端を尖らせます。この角度はひし形との接触面の形です。ひし形の真ん中に駒をはめ込みます。コンマ1ミリでも寸法が違えばぴったりはまりません。色合いの異なる神代杉をあしらいます。伝統的な模様の一つ
桜亀甲の完成です。出来上がった瞬間、その喜びというかね、それはやっぱり人様に言えないものがあるからね。組子細工の源流は室町時代まで遡ります。その技法を発展させたのが江戸の職人たちです。その伝統の担い手として技を磨く田中さんの日々が続きます。一生勉強です。